Several hundred years after the fall of human civilization, it was a lawless period. A time without order, only blood, flesh, bone, and iron. It was also a time of sorcery. Having been terrorized by demonic creatures their entire lives, human beings were miserably inadequate and forced to subsist in a barren, bastille environment. もろいわ。これが列国最大の兵力を持つジューダス王家か。我ら四天王にかかれば造作もないこと。これで第一の封印手にしましたな。暗黒の破壊神を封じ込めている四つの封印を解くのが我らが望む。破壊神復活まで残すは三つ。しかし我らの野望は果てしなく遠い。その通り。破壊神を復活させ、この世界に永遠を約束されたソーサルキングダムを築く日まで。主力部隊が国王衛星の護衛中の最中に、陽子さん、戦艦。ドゥーシェ君、女の子の部屋はノックしなさいって言ってるでしょ。ごめんなさい、陽子さん。わかればいいのよ。うん。で、何の用なの。陽子さんの洗濯物を持ってきたんだ。洗濯物。はい。なんで。まったく。陽子さん、なんであんなに怒ってんだろう。そうか。ここを支えねば後払い。騎士の誇りを見せるのだ。うわうわ。ルーシェ君、こんな時どこ行ったのよ。あんなところに。
ってね。ルーシェ君。ああ、陽子さん。陽子さんじゃないわよ。何やってんのよ。心配しないで、陽子さんのパンツ今度は一つじゃなくて全部洗ってるよ。全部？なんでそうなるのよ。大体敵の軍団が攻めてきてるっていうのにこんなとこで死にたいの？君なんともないの？女の私にこれだけ言わせて腹立つとか頭くるとかそういう気になんないの？だって陽子さんのこと好きなんだもん。もういい。さあ大聖堂へ行くわよ。はい。守備部隊だけではいかんせん戦力に差がありすぎるか。大神官様、ジューダス王国陥落との知らせが。そうか、ジューダスほどの国がついに第一の封印四天王の手に渡ってしまったが。旧世界をわずか7日で燃やし尽くしたといわれる異形の邪神アンスラサクス。この伝説の破壊神復活を食い止める防波堤の一つであるメタリカーナ、今落とされるわけにはいかんが、しかしケビダブの黒魔術に対抗しうるのはもはやあれしか手段はないというのか。何よりです。ティアノート陽子、シーラ姫、姫もご無事で。この祭壇の間は神官たちの張った守りの結界で守護されています。国王遠征軍が戻りさえすればそれまでの辛抱です。しかしこのままでは城が落ちるのも時間の問題。結界もどこまで持ちこたえられることか。こうなったら逃げるしかないのでは。ヨーコ、お前に秘密の呪文を授ける時が来た。この呪文はな、神聖な力によってある人物の中に封じ込められている古のウィザードを解き放つもの。しかしこれは非常に危険な呪文じゃ。王国最大の危機に直面した時以外は。そしてヨーコよ、この呪文に効力を与えるためには清らかな。冗談じゃないよね。神官たちの言う通りかもしれません。これ以上無益に血を流すことは。姫、仕方ありません。撤退しか。シーラ様。あ、大神官ジオ。お父様。そうじゃ、15年前の大戦の勇者ジオ殿ならば。ジオ殿が我々にはいたではないか。このメタリカーナ、救う手段が一つだけあります。手段があるというのですか？はい。聖なる封印を解く。うわー、来たー。封印を解くしかこのメタリカーナ救う道はない。聖なる封印、なんじゃそれは一体。クレリックの呪文の多くは防御や治癒の呪文。魔力を持つ者やモンスターを倒すにはウィザードの攻撃呪文が必要なのじゃ。
伝説のウィザード開封の儀式を今行わずして何とする。まことですか？ならば今こそその力を解き放つとき。ヨーコ殿、ヨーコ殿。できません。何？ティア、私からもお願いします。その儀式がどれほど危険なものか分かりませんが、こうしている間にも多くの人々が。やあよ、そんな恥ずかしいこと私できません。恥ずかしいこと。ヨーコ、そのルーシェを救うためにもルーシェの中に眠りし力を解放せねばならぬ。そのためにはただ呪文を唱えるだけではダメなのじゃ。清らかな処女の接吻があって初めて効力がある。そんな、じゃあ僕のことはどうなるのよ。僕の純潔は。純潔ならばこそ効力を表すのじゃ。やあよ、絶対に嫌。カルス様、メタリカーナ攻略中の第7軍より報告。魔導士ケビダム様が城内へあと一歩とのこと。そうか。あのタコ、結構やるじゃん。魔法行進国のメタリカーナのこと、ケビダブでも十分攻め落とせましょうぞ。へ思い出さねえか、カル。15年前をよ。俺たち4人がダークシュナイダーと共に王都を焼き尽くした日のことをよ。すでに過去のこと。あの男は15年前のあの日に死んだのだ。腐敗の伝説とともに。我こそはメタリカーナ王国騎士団長ボンチョビーナダリー。いざ。メタリカーナをゾルルに足らず。まだまだ。そうか。よっしゃ。おのれ、騎士の誇り。ガグ。そのルーシェを救うためにルーシェの中に眠りし力を解放せねばならぬ。え、何なの？ヨーコさん、顔赤い。黙って、座ってなさい。アクセプト。最愛なる美の女神イーノマータの名において、封印を退け。
リシェ君？転生した古の魔法を使いダークシュナイダーだが、君の友人のルーシェでもある。あ、ほら立てるかい。ああほとんど別人じゃないか。あのチビの中に今の今までダークシュナイダーが。開封の儀式とはそういうことだったのか。あれがダークシュナイダー兄の仇。よくぞ復活した。我々は今危機に瀕しておる。何でも望みの褒美をくれてやるぞ。さあお前の魔力で早く敵を倒せ。よけい。ふん、嫌だね。なんとガオンの罰やてめえが。望みは何だ、何でもくれてやると言っておるだろうが。ジジイども、よく聞け。俺の望みは全世界の支配者になる。それと大神官てめえの首だ。ん？15年前世界制覇目前だった俺を倒した5人のうちの1人、そして秘術で転生した俺を封じ込めたクレリック、やっと会えたな。前世での借りを返させてもらうぜ。ん？なんでじゃ、なんでこんな男を。なんてことなの。行くぞジオ。待ってルーシェ君、半分はルーシェ君なんだろ。ルーシェ君ならこんなことしないよ。大神官は俺の仇、絶対言い返しちゃおけないんだ。世界制覇の第一歩に君の親父を血祭りにあげてやるぜ。違う、僕の知ってるルーシェ君じゃない。スレイヤーとバルモの暗き闇の雷を。邪悪さだ。これほどヒドラを怯えさせるとは。死ね、死ぜ。止めなきゃ、僕がやめさせなきゃ。でも怖くて足が動かないよ。エレエレナムメイリン、精霊よ我が盾となりたまえ。バルボルト、お父様。おお、チッ、絶対魔法防御か。ならこれはどうだ。ん？ザーザードザーザードスクローの時間。この闇の底に燃える地獄の。うわっ！あー！ディア！ベビーリダム！俺様はケビダム様、いずれ世界の覇者となる偉大なる魔導士カルス様の有能な射程よ。ん？
お前だな。先ほどからの邪悪な木はそこそこ術が使えると見た。このケビダム様の手にかかって死ねるとは、ウィザードの端くれとして光栄であろう。ビビビビビビディア、ディア、いてえな、この不死身体野郎が。不死身体？見ろ、血が出ちゃったじゃねえかよ。ほら、殺してやるから今すぐここに降りてこい、この大エラ張りの魚野郎。あ、ほう、ギビビ、クワクワクワ、この無礼者が。殺せ、百万回殺せ、ひどろよ。ほどにもない休み、よし、とどめだ。次々と行け、奴の体を引き尽くせ。ゲゲゲゲゲ。もう、私のイドラが。やい、無事みたい。てめえはどう気に食わねえな。まず第一に神官の血祭りの邪魔をした。第二に俺の顔を怪我してくれた。そして第三、陽子さんをいじめた。てめえは死ねえ。ザーザードザーザードスクローのローのスープ。その呪文はまさか。やめろ。この闇の底に燃える地獄の豪華よ。待ってて。我が剣となりて敵を滅ぼせ。ベノン。てめえらの番だ。じゃから復活させるなと。ルーシェ君、やめて。お願い。ルーシェ君ならこんなことしないぞ。君なんかルーシェ君じゃないよ。僕のルーシェ君は絶対こんな子じゃない。君はやっぱり邪悪な魔法使いだわ。返して、僕のルーシェ君を返してよ。ディア、陽子さん、俺だってルーシェなんだぜ。同じ人物の魂が二つの肉体と性格を持っているだけで、ルーシェが死ねば俺も死ぬ。ルーシェが愛する者は俺も愛してる。何？ああ！やだ、王子の地方も処女のキスだっけ。ルーシェ君、いつもの日向の匂いがする。どうしたの、陽子さん。楽園の魔術師、ダークシュナイダー。紛れもなく古のウィザードであったわ。ねえねえ陽子さん、服汚れてるよ。洗濯してあげるね。ねえルーシェ君、僕のこと好きかい。好き。
あれだけの妖気を発する呪文、あれは間違いなくベノンだな。だがベノンはダークシュナイダーと共に滅びたはず。まさかお前が復活したというのか。次回それを確かめてやるぜ。